嵐の松本潤、40、が主演を務める NHK 大河ドラマ、どう、る、家康、日曜あと8.00は17日、15分拡大で、最終回、第48回が、そうされる。大河初挑戦となった、脚本家、古沢、大野氏、50、に、約2年にわたった執筆、作劇の舞台裏、聞いた。以下、ネタバレうリーガルハイ。 今、イデンスマン JP シリーズなどの古沢氏がおり、なる脚本を手掛ける大河ドラマ62作目。弱小国、三河の主は、いかにして、戦国の世を生き抜き、下統一を成し遂げたのか。江戸幕府初代将軍、単独主役にした大河は1983年、徳川家康以来、実に40、ぶり、令和版にアップデートした、新たな家康を描く。大河はもちろん、 数々の作品に登場してた、た徳川家康。古沢氏は、偉人としての家康は、銃に描き尽くされているので、僕がチャレンジ、たかったのは、一人の普通の子が動乱性を生、抜いていったのか、という物語。そうすると、史上重要な出来事と、一詩人としての彼の、生の重要な出来事が自然と違ってきます。な、で、家族や、 家臣団との絆に重点を置く構成に、りましたと、改めて今作の狙いを説明。こう、幕府はなぜ、260年も続いたのか。第44回、徳川幕府誕、11月19日に一つの答えがあった。本田正信、松山県、地、才があるからこそ、秀康様はととりにせぬ、でござる。才ある将が一代で国を栄えさせ、その一、で滅ぶ。 我らはそれを、いやーというほど見て参り、した。その点、あなた様、徳川秀忠はすべてが人、身。人並みの者のが受け継いでいけるおうちこそ、続きいたしまする。言うなれば、偉大なる凡庸。言ったところですが今川義元、野村満斎、武田、玄、安倍博士、織田信長、岡田淳一、豊臣秀吉、室津、死となり、僕は家康だけが天才じゃなか、んじゃないか。 と思って。だからこそ、天才が運、しなくても続く体制を整え、秀忠に後を託し、と解釈してみたんです。そうすると、凡人からターとして、寒暖深苦の連続を乗り越える杉、で変貌していく姿を描けば、新しい家や祖像を出るのかなと考えましたと着想を振り返。これまでとはなるべく違う解釈をしたいと言っていた分、最大限、史実は守る、そして、 最新の説、研究や時代交渉の先生たち、大和田哲夫、平山雄氏、柴博之氏のアドバイスを通り出ることをモットーに掲げました。誰がいつ、ここで何をした、という史実は、忠実に守りいなが、いわゆる通説、逸話や伝承に関しては新しい、尺にチャレンジしてみよう、と、この日付だと、の人は、あの戦に参加しているから、ここには、ません、と言ったように、 交渉の先生たちには各チェックしていただいて。なので、僕とし、はすごく、史実を守ったドラマだと思って今、家康が、夏目広継、後本、正宏の名前を、間違い続く。他、伏線、資料に残る名前は、夏目義信を回収し、第18回、新、三方ヶ原合戦、5月14日、金ヶ崎の尻ぞき口、伝承あずき袋を、あがつ、 伊藤青として起人化した14回、金ヶ崎でどうする ?4 月16日、武田四天皇の一人、馬、信春の娘を鳥居元忠、彦右衛門、弟尾拓が、安氏に、無断で即失にしようとしたエピソード、伝承上の忍者、千代、古川琴音にアレンジし、第36回、お会い日記、9月24日など、期待のストーリー手が、歴史の裏側に想像力、 想像力を広げた巧みな展開が随所に光った。家康の弱点は耳。即室、およう、北かなとの人よが生々しくも、コメディー、地で展開された第10回、即室をどうする。3月12日、大河として、身に攻めた脚本。これぞラブコメ、言う回も盛り込んでみたかったので、書いて,て、手面白かったです。2015年1月期の富士テレビ月9。 で、とから、恋とはどんなものかしら、などのラブコメ、生み出してきた古沢市ならではの筆地だ。瀬名奪還、宇ン、の長テの息子との人質交換の前、単として描かれた、正信と、服部半蔵、山田・孝之、夜、第5回、瀬名奪還作戦、2月5日は、完全オリジナル。結局、失敗に終わる、何も進展しない回でした。と、 忍者の生き様や活躍も描いてみたかった。で、これも楽しく書かせていただきました。ハン自身は武士ですが、周りからは忍びと思われ、イルギャップで自然とコメディーリリーフな役割も担うキャラクターになって、山田さんのお芝居の緩急が本当に素晴らしかったの。出番も予定より多くなりましたと明かした。21、5月から約半年、複数回に分けて、 スタッフとし、リオハンティング、脚本作りのための取材。三、一向一揆、三方ヶ原の戦いと、並び三大危機に数、られる、伊賀越えのルートも実際にたどるなど、河合家康ゆかりの地ほぼ全部を訪ねた。印象に、ルノは浜松。他の土地の方々は、家康公はね、家康、はねと言うんですけど、浜松の方々は、ガイドさ、も、家康はねと。 僕の勝手な印象かもしれませんが、あがめた手祭りだけじゃなく、家康への親しみもじました。だから焼き味噌や銭取りのエピソードが残っているんだな、と。浜松はそもそも今川、領地で家康が奪ったわけですけど、当初の藩がだんだんと交換に変わっていったんじゃ、いか、そういう雰囲気を表現したいと思った、です。その肌感覚が、団子売りの老婆、 柴田理恵反映された。味方が原配送の途中、家康が恐怖、あまり脱噴し、家臣に焼き味噌だと言い訳し、という逸話や、茶店でこまめ餅を食い逃げし、茶の老婆が家康を追いかけて、銭を取ったとい、伝承から、浜松市の地名に、こまめ餅、銭取りが残る、19回、お手つきしてどうする。5月21日は、これらの、 え、騒動老原浜松の民による現代にもつてる噂話として見事に回収した。老婆は、第35回、翌の怪物、9月23日にも、再登場。家康が岡崎から浜松、移ってきた時には、第15回、姉川でどうする。4月23日、ここに、石が入れたが、浜松を去る際には、老原、あの時は、あの時は、まさか、 こんなにご立派に、られるとは、思いもせず、いろいろとひでえ噂を広め、待ってなどと懺悔。家康は、わしが、情けない姿。さらしたのは、紛れもないこと。存分に語りつい、わしを笑うがよいと寛大に笑い、名実ともに、に愛される主君となった。僕も、こんなに柴田に登場していただくとは、思ってもみません。でしたかっこ笑い最終回は、神の君へ。徳川 VS。 豊臣の最終、戦、大阪夏の陣、慶長20年、1615年が描かれる。ついに戦、清の祝願が果たされるとき、家康を待つ運命、今作最後の古沢マジックに期待が高まる。